灰原は呪術師やっていけそうか、辛くないか。自分はあまり物事を深く考えないたちなので、自分にできることを精一杯頑張るのは気持ちがいいです。君が下等くん、どんな女がタイプかな。失礼します。後輩、素直で可愛いじゃないか。術師としてはもっと人を疑うべきかと。どちら様。特級術師つくもゆき。あなたが、あの特級のくせに任務を全く受けず、海外をプラプラしてるろくでなし。ここの人たちがやってるのは対症療法、私は原因療法がしたいの。呪霊を狩るんじゃなくて、呪霊の生まれない世界を作ろうよってこと。すると呪霊の生まれない世界の作り方は2つ。 1. 全人類から呪力をなくす。 2. 全人類に呪力のコントロールを可能にさせる。天与呪縛によって呪力が一般人並みになるケースはいくつか見てきたけど、呪力が完全にゼロなのは世界中探しても彼一人だった。全員当時は呪力ゼロにもかかわらず五感で呪霊を認識できた。まさに超人。負けたことは恥じなくていい。